こんにちは。ミスセブンティーン2018の永瀬莉子です。2019の西郷さくらです。はい、というわけで今年もミスセブンティーンの募集が始まります。応募締め切りは4月の14日木曜日までとなっておりますので、概要欄をチェックして、要項なんかもチェックしていただいて、ぜひ応募してみてください。ちょっと思い出あったりしますか、オーディション。そうですね、私はもともとこっちゃんと知り合いだったんですけど、あ、そっか、まさかのまさかまさかのまさか一緒に面接に入って、一緒に面接をし、やっぱね、もともと知ってたので、うん、まあ、ちょっと心強い部分もあれば、うん、やばいっていう部分なんか知り合いが一緒にいるってちょっと不思議な感じだね。不思議な感じでした。それが一番記憶に残ってます。そっか、何かありますか。だろう、なんかもう背の高い子とかスタイル抜群の子がいて、なんかもう空間がキラキラしてた。なんか本当にキラキラしてた。セブンティーンモデルになりたいなっていう思いが強くなったのも、実際オーディションに行ってからより強くなったし、結構オーディションの時さ、カメラテストとかもあって、面接もあって、ね、なんか盛りだくさん、その書類がね、パートとか盛りだくさんな日があるんですけど、なんかあれもドキドキしたなと思って。ドキドキしましたよ、本当に盛りだくさん本当に盛りだくさんだよね。終わった後結構抜け殻状態、抜け殻、でもホワホワで帰ります。そうそう何かリコちゃんオーディションのためになんか頑張ったこととか、これやってましたっていうこと何かありますか。あー、そっか、なんだろうな。でも結構食事とか、あとストレッチとかもなんか頑張ってその頃からしていて、気持ち的にも強くなれたし、なんか自信もついたと思うので、それは結構意識してました。さくらちゃんどうですか。でも私もりこちゃんと一緒で、食事だったり、あとちょっと踊って体を動かしたりとか、ダンスね、好きだもんね。あとはセブンティーンをいっぱい読んでました。昔のセブンティーンとか。わかる、セブンティーン読み返してね。読み返してどんな感じだったんだろうって1年前のミスセブンティーン見てみたい。私はそうですね、受かる自信が3ミリぐらいしかなかった。3ミリなんて、あの 100ミリ中3ミリぐらい、100ミリ中それぐらいしかなかったので、やっぱ自信のすごいある子がいれば自信のない子もいるでしょうし、私は自信のない子だったんですけど、まあ、それでもね、がむしゃらにカメラテストして、メイクしてもらって、取材してっていう、なんか緊張もありましたけど、楽しいの方が多かったです、私は、なので、あんまり怖がらないでいいんじゃないかな。そうだねなんか本当にそのセブンティーン、今思い返してみると、本当セブンティーンの撮影の時にするようなメイクも、可愛い衣装もあったりして、実際にカメラテストでね、撮ってもらったりっていうのもあるので、それはなんかこうシミュレーションでもないけど、撮影、セブンティーンに入ったらこういう撮影ができるんだっていうワクワクにつながったし、余計にその時に、じゃあ次に頑張って進みたいっていう思いも強まったので、なんかそういう一つ一つの段階を楽しめたらいいかなって思います。本当やらない後悔ほどもう過去にね戻れなくなっちゃうので、なんか迷ってるならこう一歩踏み出す勇気、応募してみる勇気があったらいいなっていうふうに思うので、結果が分かるまでのドキドキ感とか、そういうのも後になんか思い出してみるといい経験だったなってきっと思えるので、ぜひね、チャレンジしていただきたいなと思います、はい、やっぱり応募せずに終わっちゃって後悔したことのある人って多分いっぱいいると思うんですけど、応募するかしないかは自分で決められるけど、合格するかもしれない可能性を自分で掴めるチャンスが目の前にあるので、そのチャンスはぜひ掴み取っていただきたいです、セブンティーンがすごい好きだったり、お洋服が好きだったり、メイクが好きだったりっていう、そういう自分の好きをこういうセブンティーンにぜひつなげてもらいたいなって思うので、何か一つでも自分の好きっていう好きなことがある方はぜひ挑戦してみてほしいなって思います、今
年も新しい仲間が増えるのを私たちセブンティーン一同も楽しみにしていますので、はい、ぜひ応募待っております。はい、ということで改めて応募締め切りは4月の14日木曜日でございます。はい、セブンティーン春号に応募用紙がついておりますので、うん、そちらだったり詳細はセブンティーンウェブでぜひチェックしてください。はい、では、はい、応募待ってます。